平野のし佐藤新とう県からの特別なご飯体験体験。今回は、元 V6 のタレントでジャニーズ事務所の新たな事務所、とべに加入した三宅健さんの興味深いエピソードをお届けします。22日、三宅健さんは自身の YouTube チャンネルで、とべご飯会の様子を生配信し、その中で起こった面白い出来事について語りました。 この記事では、その後半回の詳細や、三宅健さんの素顔に迫ります。飛べとは何かまず最初に、飛べについて少し詳しく説明します。飛べは、ジャニーズ事務所の元副社長である滝沢秀明氏が設立した新たな芸能事務所です。この事務所は、 トップアーキストたちを多く輩出してきたジャニーズ事務所の系譜を受け継ぎ、新たな才能を発掘し、育てていくことを目的としています。そして、その一員として三宅健さんが介入し、様々な活動に挑戦しています。その中でも、今回は三宅さんが YouTube での生配信に力を入れている様子を取り上げます。飛べご飯会の舞台裏。さて、本題の トべご飯会についてです。三宅健さんは最近、トべファミリーとして仲間たちとの食事会に参加したことを明かしました。その中で彼は全員揃ってご飯食べたのは初めてだったね。滝沢社長ともトべに入ってからご飯食べたの初めて。結構忙しかったし、と語りました。 席順は非常に興味深く、右には、ジンジン、ジン十字くんがいて、左には、ウコと平野ウさんが座っていました。イムップのメンバーたちも席を囲んでおり、円卓で楽しい時間を過ごしたようです。初対面トークの興奮。番組マックからは、この食事会でどんな話がされたのか尋ねられました。三宅さんは、 本当に初めまして同志の会話で趣味とかんなの車何乗ってるのと、傘、マジでお見合いみたいだった。合コン、もしくはお見合いみたいで不思議な感じだったよ。と、初対面の仲間たちとの会話が盛り上がったことを教えてくれました。これはファンにとっても面白い一幕ではないでしょうか食事会の暴露話。 さらに、三宅さんは、食事会の詳細についても明かしました。イムップ、の子たち、めっちゃお酒飲んでた。キくんばっかっかだし、結構酔っ払って、くだまいてた。あれは立ち悪いかもしれないな笑い。と、食事会での楽しいエピソードを暴露。特に注目すべきは、平野志洋さんの隣に座っていた佐藤真君との関係です。 三宅さんは、平野くんの隣が、佐藤、新くんだった。そこはなんかさ、イチャイチャしてた。僕、平野くん、新くんの三人は全員コーラ。平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて、食べれないのを新くんにあげてた。新くん、憧れてる平野からのご飯だから食べないわけにはいかないじゃん。結構お腹パンパンだったんじゃないかな。可愛かったよ、と笑顔で語りました。 この温かいエピソードはファンにとっては微笑ましいものでしょう。まとめ、三宅健さんの飛べご飯会の舞台裏は初対面の仲間たちとの楽しいトーク、食事の暴露話、そして平野耀さんと佐藤真くんの可愛らしいエピソードで盛りだくさんでした。飛べファミリーの仲間たちとの交流がファンにとっても楽しい情報となりました。 今後も飛べの活動やメンバーたちのエピソードに注目が集まりそうです。